今日は切り餅ポンデリングを作りました。こんにちは、料理研究家のあかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、切り餅ポンデリングを作りたいと思います。以前にね、私のチャンネルでも何回かね、ポンデリング風のドーナツをご紹介してるんですが、今回はですね、切り餅を使ってさらに材料を3つで作れるレシピをご紹介していきます。生地をね、上手に丸める方法などもご紹介していきます。そしてトッピングに関しましては、今回ハニーグレーズ、そしてきなこ味、こちらの2種類をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにドーナツの材料をご紹介します。材料はこちらです。切り餅、ホットケーキミックス、牛乳、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。はい、ということでね、ドーナツはこちらの3つの材料で作っていきます。まずお餅ですね。こちら切り餅2つで約 100g になります。こちらの切り餅に関しましては丸餅を使っていただいても OK です。そして水分は牛乳を使っていきます。こちらの牛乳は豆乳やまたはお水で代用していただいても大丈夫です。豆乳を使う場合は必ず無調整豆乳を使うようにしてください。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。粉糖、牛乳、蜂蜜、きな粉、お砂糖、こちらの材料でトッピングしていきます。今回のトッピングはね、2種類作っていきます。まず粉糖と牛乳、そして蜂蜜でハニーグレーズを作っていきます。そしてもう一つはきな粉とお砂糖できな粉味のドーナツにしていきます。このトッピングはですね、他にもチョコレートをかけたりいろいろ楽しめると思いますので、こちらはお好みでやってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。ではですね、作り始める前にまずクッキングシートの準備をしていきます。だいたいね、10cm×10cm ぐらいの大きさに切っておいてください。このように切っていただいて、そしてキッチンバサミで切ります。はい、このように切ってください。クッキングシートはね、このようにくるんと丸まると思うので、逆側からね、こうやってくるくる巻いて、つかまでね、このように輪ゴムで留めておくといいかなと思います。それでは作っていきます。まずはじめにお餅をね、だいたい1センチ角ぐらいの大きさに切ってください。結構ね、硬いので手を怪我しないようにだけ十分に注意して切るようにしましょう。では切っていきます。はい、でこのように縦に切ったらくるっと回転させて、また1センチ幅で切っていきます。このように切ってください。ではね、残りも同じように切っていきます。お餅はこのように切ってください。それでは続いて耐熱のボウルを用意してください。できるだけね、大きめのものを用意するようにしてください。ここにお餅を入れます。そして牛乳を回しかけましょう。はい、そしたらですね、ふんわりラップをかけてください。そして1箇所、空気の出入り口を作っておきましょう。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で2分30秒加熱します。はい、2分30秒加熱しました。火傷しないようにラップを一度外してください。はい、で今ね、お餅がちょっと柔らかくなってる状態です。これを牛乳とよく混ぜましょう。最初はね、ちょっと混ぜにくいと思うんですが、このようにゴムベラなどを使ってお餅をね、下に押さえつけながら牛乳と混ぜてみてください。そうするとね、だんだん馴染んできます。ある程度ね、押しつぶした後はこのようにぐるぐる混ぜてみてください。そうするとね、よく馴染んできます。はい、このぐらいね、よく馴染めば OK です。そしたらね、ちょっとまたね、塊があるので最後もう一度加熱します。先ほど使ったラップをもう一度かぶせてください。そしてまたね、空気の出入り口を1箇所作ります。こちらを電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、40秒加熱しました。ラップを外します。そして最後仕上げにもう一度よく混ぜてください。はい、OK です。このようにね、お餅の塊がなくなって滑らかになれば OK です。これでもね、まだちょっと塊が残るなっていう時はもう少しだけね、電子レンジで加熱してみてください。そうすることでお餅が柔らかくなって滑らかになりやすくなります。それではここにホットケーキミックスを加えます。振るわずにそのまま入れちゃって OK です。
そしてゴムベラを使ってよく混ぜていきます。粉が飛び散らないように最初はねゆっくりゆっくり混ぜてみてください。こんな感じでね最初は結構ねパサパサしてるんですが、だん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 ねまとまってきます。お餅をね押さえつけるように混ぜてみてください。はい、でこのぐらいまとまってきたら最後はね手でこねていただくとまとまりやすいと思います。しっかりこねてみてください。はい、OK です。粉っぽさがなくなってひとまとまりになるまでしっかりとこねてください。あんまりこねすぎるとね今度は手にくっつきやすくなるので手にくっつかないぐらいしっかりまとまれば OK です。そしたらね今からこちらを丸めていきます。一つずつね丸めていくので、その間にねこのまま置いておくとこのお餅の生地がね乾燥してしまいますので、このようにラップをしながらね使う分だけつまんで、使わない時はしっかりラップをして置いておいてください。それではねクッキングシートを用意してください。丸めたものをね輪ゴムを外していただくとこのようにねペーパーがね平らになっていると思います。そしたらまずここから一つかみ取ってください。この丸める時なんですが、このままだとねちょっと手にくっつきやすくなります。なので一度ね手を水で濡らしてください。あんまりね濡れすぎてもね手にくっつきやすいので、一度キッチンペーパーで軽く水分を拭き取ります。そしてこちらをコロコロ丸めてください。そうするとね手にくっつかず綺麗に丸めることができます。これをね油でやってもねくっつきにくいんですが、油で丸めてしまうと揚げた時にお餅がね離れやすくなってしまいます。なのでこのようにね手はお水で濡らして丸めるようにしてください。はい、このようにコロッと丸めてください。そしてクッキングシートの上に置きます。こんな感じです。手が乾くとね生地がくっつきやすいので、その都度軽く手を水で濡らしてやってみてください。それではあと7粒作っていきます。またこのように丸く丸めたらこの粒の横にくっつけます。ピタッとねくっつけてください。こんな感じです。こうやってねボウルにお水を張っておくとねいいかなと思います。ではね残りもどんどん丸めていきます。はい、このように丸めて8個くっつけてドーナツ型にしてください。それではね残りも同じように作っていきます。作ったものに関しては表面が乾燥しすぎないように上にねふわっとラップをかけておいてください。では作っていきます。はい、全部丸め終わりました。今回はですねこちら通常サイズが4個、そして余ったものでね小さめのもの2つ作ってます。こちらの数は目安にしてみてください。それでは今から揚げていきます。それではねフライパンまたはお鍋を用意してください。ここにだいたい2センチほどの油を注ぎ入れます。ドーナツを揚げるときはねちょっと多めの油で揚げていただくのがおすすめです。少なめの油で揚げるとねどうしても焦げやすくなるので、できればね多めの油を使ってください。では入れます。もしね油の節約をしたい場合はもうちょっとちっちゃい小鍋でやっていただくといいかなと思います。はい、入れました。そしたら火にかけて、今回は160度から170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それではね適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にゆっくり菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいです。そのぐらいになれば OK です。そしたらですねこちらのドーナツをクッキングシートごと入れていきます。このままの状態で入れましょう。今回ね3つずつ揚げていきたいと思います。これでだいたいね4分から5分ぐらいを目安に揚げていきます。最初はねドーナツが沈んでゆっくりね上に上がってくるぐらいですね。そのぐらいの温度感になります。はい、今ねちょうど2分ほど経ちました。そうするとねこの油に接している面が少しね色づいてきます。そしたら裏返しましょう。裏返すときはねこういった網などを使っていただくと裏返しやすいと思います。くるっと回転させてください。こちらのクッキングシートは裏返したら剥がれると思うので、このようにねペリペリペリっと剥がしてください。ただちょっと離れないときはね剥がれるぐらいになるまで置いておいても大丈夫です。この時もね火傷には注意しましょう。はい、であとはね両面いい揚げ色になるまで揚げていきます。時折ねこのように返しながら揚げてみてください。はい、今ね5分ほど揚げました。このようにねいい揚げ色になったら取り出します。はい、このようにねもちもちで美味しそうに仕上がりました。それではね残りも同じように揚げていきます。
はい、全部揚げ終わりました。こんな感じに仕上がってます。それではトッピングを作っていきます。まずはじめにハニーグレーズを作ります。こちら粉糖を入れてください。そしてここに牛乳、あとは蜂蜜を加えます。これでよく混ぜましょう。ハニーグレーズはこれで完成です。このようにとろっとした仕上がりになります。では続いてきな粉のトッピングを用意していきます。まずきな粉ですね。そしてお砂糖を入れます。これをよく混ぜましょう。きな粉の準備はこれで OK です。ではですね、まずはじめにハニーグレーズからトッピングしていきます。この表面の方をハニーグレーズソースにつけてください。くるくるっと回していただくと全体につくと思います。はい、そして取ります。ハニーグレーズはこれで完成です。このようにねトッピングしてください。そしたらね、こちらをケーキクーラーなどの上に置いておきましょう。そしてこのまま乾かしていきます。続いてきな粉です。きな粉はねドーナツをバットなどに乗せて、そしてきな粉をふるってかけてください。きな粉はこれで完成です。このようにねトッピングは楽しんでみてください。それではね、残りも同じようにトッピングしていきます。はい、これで切り餅ポンデリングの完成です。こんな感じに仕上がりました。手前がハニーグレーズ、そして奥がきな粉味になってます。表面はカリカリでもちもちな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。じゃあまずね、ハニーグレーズからいただきたいと思います。ではいただきます。表面がサクサクで中がもっちもちです。すごく美味しいです。甘さもちょうどいい仕上がりになってます。では続いてきな粉味もいただきたいと思います。いただきます。きな粉もすごく合いますね。ちょっとね、和菓子のような味わいに仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の切り餅ポンデリングのポイントです。まずお餅なんですが、今回1つ約 50g のものを2つ使ってます。こちらはね、丸餅を使っていただいても OK です。その場合も同量で作ってください。ただお餅の種類によってね、少し粘り気などが変わる場合があると思いますので、そちらはホットケーキミックスと牛乳で調整してみてください。そして切り餅なんですが、まずはじめに 1cm 角ぐらいの大きさにして、牛乳を加えて電子レンジで2分30秒加熱してください。そうするとお餅が柔らかくなるので、ゴムベラで潰しながらよく混ぜてください。最初はちょっと混ぜにくいと思うんですが、だんだん馴染んでくると思います。そしてその後ある程度混ぜたら、もう一度電子レンジで加熱して、そして滑らかになるまでよく混ぜてください。そしてその後ですね、ホットケーキミックスを加えるんですが、ホットケーキミックスを加えたら、ホットケーキミックスをお餅に押し込むように混ぜてみてください。そうするとだんだんひとまとまりになってくるので、最後ほとんど粉っぽさがなくなったら、手でねしっかりこねてみてください。そうするとね、綺麗にひとまとまりになると思います。ただここでこねすぎると手にくっついたりしてしまいますので、こねすぎには注意していただけたらと思います。手にくっつかないくらいになれば OK です。そしてその後丸める時のポイントなんですが、丸める時はですね、非常に手にくっつきやすくなりますので、手を少しねお水で濡らして丸めてみてください。ただ濡らしすぎてもね、べちょっとした感じになってしまいますので、一度手をね水で濡らして、軽くキッチンペーパーで水分を拭き取ってから丸めてみてください。ここでね、油を塗ってしまうと、揚げた時にドーナツ同士がね離れてしまう時があります。なので必ずお水を使って丸めるようにしてください。そして揚げる時なんですが、揚げる時はクッキングシートごと揚げてください。揚げ時間に関しましては、だいたいね4分から5分ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。そしてクッキングシートなんですが、こちらはね裏返すとね剥がれてくると思いますので、そしたら剥がすようにしてください。今回直径10センチぐらいの大きさのものが4つと、あとは5センチぐらいの大きさのものが2つできました。こちらはねちょっと丸める大きさによって変わってくると思いますので、参考にしてみてください。そして今回はですね、トッピングをハニーグレーズ、そしてきな粉味、こちらの2種類作りました。その他にもトッピングでチョコレートなども美味しいので、お好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は切り餅ポンデリングを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Insta、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。